マルゴーさんを気絶させるのに失敗して砥石を手放してしまったあなたはとっさにこれがその時のガラスのかけら。侍従長さん、このガラスのかけらを。ぴったりと一致します。あなたは昨日テクラさんに2度出会い、2回ガラスの靴を手に入れた。そうよね、テクラさん。その通りよ。おう、行くぞ。あなたシンデレラだったのね。何がよ。ね、バーバラ。2度目に会った時、お前さんは私の魔法で別人のように美しくなっていたじゃないか。テクラが違う娘だと思うのもしょうがないわね。じゃあ失礼するわ。あなたに面と向かってこの靴を履いてと言っても拒否されるかもしれなかった。だから王子様に協力してもらったの。王子様が差し出すガラスの靴を。あなたが私を犯人に仕立てようとしてこっそり靴をすり替えたのよ。そうに決まってる。シンデレラ、その靴をぴったり履けたということは犯人はあなたなの。私がハンさんを殺したの。ねえ、教えてよ赤ずきん。どうしてこの靴が鳩のお墓に埋めてあるって分かったの。この国の人々は美しいものしか見ようとしない。鳩のお墓に埋めてしまえば醜い鳩の死体を掘り起こす人なんて絶対にいない。もう一度だけ言っていただけませんか。なんと。とても美しいと。とても残念だ。捕らえよ。シンデレラ、すごい。お姫様みたい。あんな素敵な王子様と結婚できるならそれ以上何も望まないわ。踊っていただけますか。